モストレスは、スペイン・マドリード州のムニシピオ。マドリード中心部から18キロメートルほど離れており、マドリード都市圏を形成している。モストレスは、グアダラーマ川の谷に位置する。グアダラーマ川は、市の西端を流れる。大陸性の地中海性気候である。夏の最高気温は、摂氏38度、冬の最高気温は、摂氏14度である。夏の最低気温は、 摂氏15度、冬の最低気温は摂氏2度である。年間の平均降雨量は約 420mm で、春と秋が雨季に当たる。モストレスの基盤はケルト人の定住地があったことから、ローマ時代かそれ以前にできたと見られている。ローマ時代、現在のモストレス中心部に定住地の中心があり、そこにはネクロポリス、陶器の窯があったと記録されている。 西郷東国時代とイスラム支配時代、モストレスや周辺の定住地は依然として街のままであった。モストレスの名が初めて登場したのは中世だった。1144年の公文書でアルフォンソ8世がフレゲセドスをセゴビア市教へ授けたことを記しており、トゥレムデモンステレスの名が載っている。16世紀からモストレスは重要な道路、航路が交差する場所となった。 旅行者や商人のために宿や居酒屋商店ができた。1808年5月2日、モストレス市長令が出された。これはスペイン独立戦争がフランスに対する市民戦争であることを宣言したものだとされている。1970年代以降、モストレスはマドリードのベッドタウンとなった。フアン・カルロス国王大学などの高等教育機関のキャンパスがある。 1960年代半ばには人口は4000人程度に過ぎなかったモストレスへの人口流入は急激に起き特にマドリード県エストレマデューラやカスティーリャガリシアなどの地方出身者が多かった1990年代に入って流入は安定したがアフリカや東ヨーロッパからの新移民の転入が始まったスペイン生まれでないモストレス市民は人口の 約11%に上る。ありがとうございます。